最後の晩餐は、ルネサンス期のイタリアの画家、ドメニコ・ギルランダイオが制作したフレスコによる壁画で、同主題の作品3件が、フィレンツェ周辺の3箇所に現存している。いずれの作品も、最後の晩餐におけるイエスと二使人たちを描いた、ものであり、イスカリオテのユダは、長いテーブルの手前側に、一人だけ配されるという、キリスト教芸術における最後の晩餐において、 一般的な描き方が用いられている。レオナルド・ダ・ヴィンチは、最後の晩餐を主題としたギルランダイオの作品や、カスターニョの諸作品の描き方に通じていた可能性が高く、自身が描いた最後の晩餐において、これら先行した作品の性的な描写とは、対照的な、より劇的な形態を描いて、より多くの感情を表現しようとした。ケネス・クラークは、ギルランダイオと、 ペルジーノを引き合いに出して、当時の一般的な最後の晩餐の描き方の確一的な構図を指摘し、レオナルドの創意を称賛している。これに対して、宮城徳也は、レオナルドの卓越性に関しては、何の異論もないとした上で、ほぼ同構図のオンニスサンティ教会とサンマルコ教会の最後の晩餐において、背景に鳥と植物によって楽園のイメージが描かれていることについて、 一定の流法をつけながらも、ギルランダイオの独創性を見るべきだと論じている。ギルランダイオが最初に取り組んだ最後の晩餐とされ、首都たちは伝統的な表現に従って一直線の長いテーブルの向こう側に描かれ、イスカリオテの湯田だけが手前側に描かれている。構図については、アンドレアデル・カスターニョの最後の晩餐との共通性が指摘されている。 部分本作の制作を依頼された当時、ギルランダイオは、すでに有名であり、他のフィレンツェの画家たちと共に、システィーナ礼拝堂の壁画を制作すべく、ローマへ向かう手はずになっていた。後年、フレスコの修復作業中に、オンニスサンティ教会の食堂の左側の壁に、最初の下書きの素描が発見された。部分この作品については、ギルランダイオは、 オンニスサンティ教会の作品より一回り小さいほぼ同一の構図の主体を制作しただけでフレスコ制作は兄弟や工房に任せたとも考えられている。オンニスサンティ教会の作品と異なる主な点はテーブルの両端の曲げられた部分に横向きに着席する姿で描かれる人がいるところである。また、ユダの手にパンが描かれていることから裏切りの予言がなされた。 直後の場面を描いたものとされる。日本のイタリアンファミリーレストランチェーンであるサイゼリアの店舗の内装にしばしば用いられているギルランダ用の最後の晩餐はサンマルコ協会のフレスコである。ありがとうございます。